ビッグバンの V.I、YG 歌手のカムバックが遅れる理由に言及写真イコールマイデイリー DBBIGBANG の V.I が、YG エンターテインメントの所属アーティストのファンがよく持つ疑問に対して考えを伝えた。V.I は最近韓国で放送された KBS クール FM 学童ミュージシャンスヒョンのボリュームを上げて、にゲストとして出演した。この日 V.I は、DJ である学童ミュージシャンのイスヒョンもわかっていると思うが、YG。待っていたら自然にアルバムが発表され、活動スケジュールが生まれる事務所ではない。アーティスト本人が自ら努力しなければならない。そうしないと1年かかるか、3年がかかるかわからない、と話した。V.I は、ファンの皆さんは、なぜこのグループのアルバムは制作してくれないの？か、ブバックしないの？というが、すべてのアーティストたちが一生懸命作業している。しかし、良い結果を出せるまでに時間がかかるだけだ、と強調した。続いて彼は、もし中途半端にカムバックし、失敗して非難されたら、最近の流れは一回失敗すると士気が落ちてしまう。これだ、と思うまで作るのが YG という事務所だ。僕も早くカムバックするために自ら走りながら全てのことをやった、と付け加えた。ビッグバンの V.I が最近の悩みを告白、ビッグバンがカムバックしたら、おじさんアイドル、と呼ばれそう。ビッグバンの V.I、新しいアカデミーを準備中、YG でデビューする新人を発掘、育成したい。